そうですね、まあ、最初の3ホールはちょっと、まあ、緊張もあってあたふたしてたんですけど、まあ、途中でバーディー取れて、まあ、そこから、まあ、無理だけはしないようにと思ってたんですけど、まあ、途中でバーディーが来てくれて、まあ、上がってみたらいいスコアだったかなと思います。まあ、でも風にはすごい気を使いましたし、まあ、ピンを無理に攻めないようには、まあ、安全に2パットでいけるようなところには乗せてました。そうですね、まあ、明日以降も、まあ、その辺は気になるところだとは思うんですけど、まあ、一ホール一ホール消化して、まあ、悔いの残らないようにやっていきたいと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。